はい、試合負けて今すぐ取ってる、すぐだっけ今すぐ、まあすぐではない、まあ3時間後ぐらいかな、 2時間ぐらい。あ、ちょっと今記憶がなくて、なんだろう、試合した記憶もないんだけど、自分が何者かもあんま分かってないっていうか、でちょっと調べてたら YouTube やってたりで、なんかちょっと思い出してきてて、で、あれだよね、YouTube 撮る流れなんだよね、いつも。うん、そうです。そうそうそう。なんで、YouTube 撮影してるんですけど、スポンサーの紹介します。はい、龍が如く、ん？ 8。うん、8。オニマルホームさん。あ、オニマルホームさんね。いつもやってますね。はいはい、で？ファンケージさん。新しくJTT の、ジャパントップチームっていうジムの、ファンクラブの方を運営してくれてます。ケンゴックはブレイキングダウンのスポンサー、はい、メインスポンサーですね、アプリね、はい、はい、で、サワさん、いつもついてくれてるサワさんで、で、アクアギフトさん、うん、まあ、すごい昔から応援してくれてる会社です。あのポッサに、そう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 、あれジャパントップチーム、はい、トライフォーザー加藤田です、元、うん、プレワン、プレワン HLB ボーボー、はい、あれこれ俺のやってる授業ですよね。そうです、はい、ここアドバンティアさん、アドバンティアさんめちゃめちゃ懐かしい、大分初期の企業さんだよね、はい、すいません、あの概要欄に貼ってあるんかなので、はい、詳しくは見てください。いやー、いや、なんでオリアーマンと試合したんだっけ、そもそも。え、なんでかは仲良くなかったっけ。ん、仲良くなかった、仲良かったよ。うん、でもヤーマンにとりあえず負けだと、で試合図を見たんですけど完敗してました。で、キックボクシングルール、キックボクシングルール、ね、インガーグローブのキックボクシングルール、はい、で、ヤーマンの前はケラモフと戦って負けたと、うん、はい、で、まあちょっとまだね、自分の記憶があんまり戻ってなくて、なんか何者なのかなみたいな、自分がね、ところで、まあこう携帯でいろいろ調べていくうちに、こう朝倉未来がこういう人物なんだなっていうのが今ちょっとだんだん理解して、ちょっとずつ思い出してきたところなんですけど、まあ客観的に見て引退っすね、これでね、そうじゃない、まあ客観的に見たら、うん、引退ですね。格闘技を何年やってきたんだ、空手が小学2年生からやってたよね、あれ小学2年で7歳とかで、だいたい20年ぐらいじゃない、うん、長い、20年間やってきたということで、そんなやってきたんだ俺。いや、ずっと戦ってたよマジで、うん、俺が出会った頃からはずっと戦ってた。あれ、ブレイキングダウンだよね、今日、あ、今日じゃなくて次ね、23、次22か、23、なるほど、なるほど、ちょっとずつ思い出してきたわ、うん、はいはいはい、いや、びっくりしましたよ、アンチが多くていやいや、今ネットで見てたら朝倉未来っていう人物はすごいアンチが多いですね、生意気なやつですね、結構、まあね、だよね、今に始まったことじゃない。いや、でもなんか今第三者視点でさ、うん、見れてて初めてこのここまで記憶なくなったんだよね、多分、うん、あと記憶なくしたことあったっけ、メイウェザーと戦ったんだよね。いや、昔すごい昔だけど、ロード FC の時もなくなってた、うん、ロード FC 韓国でさ試合して負けた時あったじゃん、はいはい、あの時1回飛んでた記憶多分、うん、その後も飯行ったけどもうあんまり覚えてないみたいな感じだった、うん、それぐらいしか俺覚えてない。あれ何の話したっけ、記憶飛んだか飛んでないか、記憶飛んだことあったっけ、その前何の話したんだっけ、その前は引退、あ、そうそう、だから、そうそう、思い出しました、あの要するに今記憶がないからさ、いつもの多分自分じゃなくて、こう客観的に朝倉未来っていう人物を見たわけ、うん、調べて、で結構生意気なやつだなみたいな、けどまあ終わりですね、格闘家として。
この何寝技ですぐやられて次打撃でやられたわけでしょ、ヤーマンに。うん、ヤーマンに負けたんすか。ヤーマンに負けたよ。なるほど、中途半端ですね。そう、これで続けても最近は特にいろんなものに中途半端だった気がするな俺は。うんまあ試合中の気合あの記憶もないしけど、うーん、なんかね客観的に見て明らかに中途半端だし、まあ今率直な感想としては引退ですね。でもさ、今回の試合でライジンじゃないんでしょ。ライジンない、新しい興行だね。ライジンにお世話になったんで最後に試合した方がいいかな。だとしたら今じゃないかなっていう。しっかり今っていうのは、今ってまっすぐ急いで試合する必要なくて、でも最後の舞台でもライジンで見たいかなと思う。客観的に、うん、うん、なるほどね、うん、でも31歳だよね。31だよ。ダメージがあるからさ、やっぱ3ヶ月は出れないじゃん、 KO も。あ、そうなんだっけ。そうそうそう、3ヶ月はダメージがあるから出れなくて、うん、年末はもう無理。なるほどね、うん、もう戦績とかもさっき自分で調べたら20戦ぐらいやってて、まあ結構頑張ってきましたね。いや長い間、うん、でこんな家も住んでるわけじゃん。そうだよ。でハングリー精神なくなったんだろうね、だいぶ。これ俺の家？そうだよ。一人暮らししてんのこれ。そうする。マジで？もったいなくないこれ。もったいないよだから。なるほど。まあてかこれ記憶戻ってから撮った方が良かったのかな。まあそうだね、そっちの方がいいと思う。まあでもいいんじゃない、これはこれでログとして残して、うん、31歳かで20年やって、うん、まあ30で引退するとはずっと言ってたし、うん、うん、まあでも多分いろんな世の中の意見とかも今後出てくると思うし、ミクレの考えもしかしたら何か変わるかもしれないし。なるほど、ね、まあゆっくりでいいんじゃない、うんうん、まあでもいや記憶はその完全に戻ってないからこそ、この客観的に見て、うん、まあ引退かなっていう、引退した方がいいんじゃないかなって朝倉未来っていう人物が思いますね。うん、日本の格闘技は盛り上がってるの今。でだいぶ盛り上がったよ。まあ、わかんない。これでもし、ミクレが引退するとして、これからまあ、すごいいい選手たちいっぱいいるけど、この人気がこう、継続して続いていくかなとはちょっとわかんないかな。なんでまあ、そもそも今 YouTube で、ミクレの YouTube で330万人登録者がいて、もうそもそものこの格闘技全体の需要というか、お客さん見てくれてるファンの人たちが20万人ぐらいらしい。なんでそんなにいるんだっけ俺330万人も。俺が聞きたいけど、ね、俺らが聞きたいよ ね、まあ、ね僕たちが4年間やってきたんですよ、ね、4年半やってきたのよ、北区から始まって。いやまあすごいね。いや強かったよ、もう確実にめちゃめちゃ研究されてたし、強くなったね、ヤーマンも、うん、ニッシーも勝ってたし。確かに、ニッシーリー君もやっぱ拳固いね。若い者の時代ですか。ゆっくり整理したらいいんじゃないかなと思う、うんうん、別に今ここで決断する必要はなくて。そうですね、うん、やっぱ待ってくれてる人はみんな待ってくれてるし。まあでも普通に俺は多分引退します、これで。これでかわかんないけど、まあライジンという舞台にね、こうで人生変わった部分もあるし、でアウトサイダーでも変わったじゃない。アウトサイダー出てなかったらさ、プロの試合なんかプロ格闘家になってないだろうしさ。まあそれも含めてブレイキングダウンとか
まあ、格闘技の良さとかは今後も伝えるなんかなんていうの手助けみたいなのをしたいけど、うん、まあ自分自身は引退ですねこれは。まあちょっとだんだん記憶戻ってきてるってんで、まあね、なんかやらないといけないこともあるかもしれないけど、試合とかなんかこうけじめとしてとか、なんか俺のというか朝倉未来の役割がまだ残されてるのかわかんないけど、まあ本当に長い間ね、ありがとうございました、ファンの皆さん。って感じかな、うん、今もうそれしかわかんないんでって感じですね。またちょっと記憶戻ってまたもう一回撮りたいけど、ちゃんと、まあ、今の率直な意見というか考えはそんな感じで、はい、まあ、そんな感じよな、リアルは、うん、試合終わって3時間も経つの今、8時間ぐらいだね、2時間ぐらいですね、うん、なんかさ、メイウェザーするときめっちゃ頭痛かったんだけど、うん、今全然頭痛くなくて、でもフラフラする感じずっと、うん、残ってて、もう、うん、いい感じ、いい気持ちだね今、なんか気分がちょっとなんか倒れ方がメイウェザー戦とは違ったよね、うん、もうスコーンって感じだったから、うん、ちょっと危ない、危ない感じですね、うん、まあとりあえず朝までは付き合って出血とか、いやいや大丈夫大丈夫、朝また生きてるか確認してみて、死んでるかもしれないから、ね、だからそれが危ないから、でも一緒にはいいや、まあなんか死んでもいい感じなんだよな今気分的に、このまま、まあそんな感じっすね、でも、うん、なんかすごいさ、うん、朝倉未来って変なやつだよね、なんかその変なやつってか、なんか粉まいけのやつじゃない、そんな昔から知ってたけど、じゃあそれをさ今客観的に見てて、うん、なんでそんなたくさんの人が応援してくれたかなと思って、それ魅力的だからじゃない、そうなの、うん、全部客行くし、みんな誰の言うことも聞かんし確かに、うん、だけどなんだかんだ実行してきたし、そっか、うん、成し遂げてきたし、うん、だいぶでかいと思うけど格闘技に残したのは、なるほど、うん、まあまた明日とか明後日撮りますか、そうだったんですね、うん、はい、今回ってでも俺が勝つっていう話だったんだよね、その予想としては、まあもうその下馬評というかあれに関しては3対7ぐらいにめくるが勝つんじゃないかって、うん、でも顕著に出てたよねもう人気がね、うん、やっぱヤーマン強くなったんだね、なんか一緒に練習しててあれなんだけど、まあそっか、まあ何にせよこれが今の素直な気持ちなんで、はい、まあ応援してくれた方々とか、まあ期待してた方もいたと思うんですけど、まあ本当にそこは申し訳ない気持ちもあるけど、ちょっと試合自体の記憶がないんで、うん、どんな練習してきたっていう記憶もなくてさ、まあただなんか LINE がすごいじゃない、なんかでしょうね、すごい有名人から連絡来てるじゃない、いろいろびっくりしたんだけど、なんか引退しないでほしいとか言ってくれてるけどさ、引退ですね、長い間お世話になりました格闘技、はい、じゃあまたちょっと記憶戻って、なんかすげえまた生意気な感じに戻るかもしれないけど、また撮りたいと思います、はい、ブレイキングダウンのあれだもんね、試合がすぐ待ってるんだよね、そうだよ、で行かないといけないと、お仕事です、うん、大変なスケジュールしてるやん俺、はい、ありがとうございました応援。